よし、もう結構厳重じゃないこれ。私はこれから死ぬかもしれません。もう一回あげて。四股踏んでるみたいな。まずは渡辺くんからチャレンジ。初体験でちょっと緊張しているみたいですね。そのまま操作間違えてさ、大丈夫。だからそれはね、なぜ俺先行くか分かる？後にそれを残すからじゃん。おかしいでしょ。それ先輩の言葉ですか？え、先輩、知らないよそんなのも。いやー、気持ちよさそうですね。うらやましい。いいですね。いいね。2回になった。2回になったよ。最高最高、イエー。Thank you、 どうもありがとう。いやこれすっごい。